ん、こんにちは、こんばんは。みさこです。成田空港におります。やっぱりね、人少ないっては思うんですけど、あそこタイの便だけすごい人がいます。私はタイに無事行けることになりそうです。いや、なりました。もう飛行機飛ぶし、なんならチェックインも済ませました。チェックインの時にもういろんな証明書をちゃんとプリントアウトして持ってたので、これははいどうぞ、はいこれははいどうぞみたいな感じでどんどん出していけたので、すごいスムーズでした。でもなんかそのタイの入国のやつでいろいろ変わった、4月から変わったっていうので、スタッフさんも結構てんやわんやで、あれこれの確認ってみたいな、いやそれは4月からいらなくてですね、あ本当ですいらないですねみたいなとかなんかいっぱいいろいろありました。この後行かれた後はみたいな、こう全部バーって説明できることにはたくさん調べて知識を得てこれたのでよかったなと思っています。あとは飛ぶだけですね。なんかラッキーなのかあれなんですけど、あの飛行機会社さんの都合で、普通のエコノミーからなんかプレミアムエコノミーに席変更になってますって言われて、申し訳ございませんって言われたんですが、いやただただラッキーですという印象でございます。何が違うのかよく分かりませんが、ということで行ってきます。嬉しい。なんか航空会社のね手違いでね、私プレミアムエコノミーらしいですよ。やっと。なんかラッキーですが、嬉しいですね。プレミアムエコノミーです。すごいなんかすげえ豪華なんだけど。豪華すぎない？どうしよう。なんか場違いな気がする。いい旅になりますように。タイに着いた。みんなホテルリザーブの人たち、ホテルに移動します。5日後のやつもらいました。これもついてくるの、すごい。これから PCR です。すんごい近い、びっくりした。あ、違う、こう？え？こう？違うな。ん？あ、そういうこと？あ、違うわ。え？え？分からん。これは分からん。はい、ということでホテルに着きました。隔離タイム、やば。でもね、匂いがタイ、久
すごい匂いがたい。ということでホテルのルームツアーをしていきましょう。はい、まず入り口です。めっちゃ広い。鏡あって広いよ。もうバチクソに広いですね。で、何がすごいって今回撮ったホテルはまさかの目の前空港なのよ近すぎる。作業ができそうな机もすぐに仕事できちゃう。そしてお水が2つに、でもね、飲み物がすごく充実してて、で、すごいすごいすごい、エスプレッソマシンがありますね。ここら辺はまあテレビとかだと思うけど、冷蔵庫ありますね。これ開けたらいくらかかるんだろう。後で見てみましょう。ここはグラスとかですね。よきよき。スパとかあるわ。で、もうね、見えてんのよ、この隣の部屋が。待って、その前にこれか。いいね。いいね。そしてここですね。シャワー、きっとお湯が出るはず。そしてバスタブがあるから今日はお風呂に浸かれちゃう。で、また水と、これが嬉しいね。このアメニティが充実してるのがすんごい可愛いです。ありがたいですね、これは。はい、ということで、いいホテル。ここから隔離に入って、なんならですね、なんかもう外から鍵開かないなんでだろうね、外から鍵開かなかったから、今もね、なんか無理やり開けて中にカード刺さってるから、もうこの状態ねみたいに言われたんで、部屋になんかもう戻れ大丈夫かな、明日とか朝ごはん。とりあえず、さっき PCR 検査をしました。なんで、その結果がメールで9時ぐらいに来るそうです。なんでそこまではがっつり寝るしかない。朝食が10時半までらしいから、とりあえず陰性ってメールが来て、それ見て朝食かなと。疲れたけど、もう広いベッドで寝れるの最強だね。もうこれ日本の空港でエミグレ入国者出国審査前にコンビニで買いました。なんかいろんな人の YouTube とか Twitter とかを見て、空港からもうそのまんまホテル直行だから何も買う時間ないし、ホテルによってはルームサービスも終わってるかもみたいなことで、何か胃に入れるものを買っといた方がいいよって言われたので買ってきました。醤油とシーフードとカレー悩んでシーフードにした私めっちゃ偉いって今すごい思ってる。わかんないけど今見たら絶対シーフード食べたい今もう